キャスリーンターナーはアメリカ合衆国の女優、ミズーリ州スプリングフィールド出身。父親は国務省の職員で世界各地で幼少時代を過ごした。ミズーリ州立大学で2年間を過ごした後、メリーランド州ボルチモアにあるメリーランド大学ボルチモアカウンティ校を卒業する。1981年の白いドレスの女で映画デビューして、 以降、美人女優として様々な作品に出演。1984年の、ロマンシング、ストーン秘宝の谷と1985年の、女と男の名誉では、2年連続で、ゴールデングローブ賞、ミュージカルコメディ部門主演女優賞を受賞した。1994年に公開された、ジョン・ウォーターズ監督の、シリアルママでは、連続殺人鬼の主婦を演じ、 それまでのイメージを一新させた。テレビドラマ、フレンズでは、マシューペリー演じるチャンドラーの、ゲイの父親役を演じている。また、舞台版、熱い途端屋根の猫や、卒業にも出演するなど、ブロードウェイや、イーストエンドでも活躍している。2008年には自伝を発表して、話題となった。ありがとうございます。